はい、どうもこんばんは。で、いつもうぐさしバンホイチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。うぐさしです。クリッショーです。このチャンネルは私の地元の山梨県のバンホで甲府を応援することをメインテーマとしつつ、クリッショーのように甲府を応援し始めて2年目、サッカーにこれまであまり馴染みがなかった方にもサッカーが面白いなと思ってもらえるようなチャンネルを目指しております。よろしくお願いします。はい、天皇杯の決勝の話を話し尽くしたい。おお。っていうか、まだ興奮冷めやらぬというか。なるほどね。ですね。まあ、そういう回も一回あっていいんじゃないかな。うん、あとさ、まあ、連戦ってこともあるので、まあ、町田戦は、最終節の岩手戦と一緒に、また後日、動画を上げさせていただきたいと思いますので、まずは、もうちょっと日本一のね、余韻にみんなで浸りたいなと思っております。はい。はい。ということで、まあ、まず、改めまして、バンホイ甲府の選手、スタッフの皆様、関係者の方、あとは、バンホイ甲府に関わる、まあ、スポンサーの方とか、あとは、すべてのバンホイ甲府に関わる、まあ、サポートとかも、ね、含めて、天皇杯優勝、日本一です。おめでとうございました。イエーイ。ありがとうございました。まあ、天皇杯優勝日本一と言ってますけども、どういうことかっていうと、まあ、簡単に初めにということで、天皇杯優勝するとどうなるかっていう意義というか、っていう部分の話ですが、まあ、まず日本一ですよというのは何度も言ってことですけども、他にですね、優勝賞金大会などであります。1.5 億円、1億5000万円の賞金が、クラブに入ります。まあ、1億5000万がどうかって話なんですけど、まあ、甲府大企業やね、バックに釣れないっていうのは何度も言ってますけども、うん、っていうクラブにとってのこの1億5000万っていう臨時収入、うん、非常に大きいですね。すごいね。どのくらいかっていうと、J2 優勝すると賞金出るんですけども、それが2000万円なので、J2 優勝 7.5 回分の賞金を手にしたと。やばっ。それぐらいすごいこと。ちなみにバンホイは現在18位です。はい。1位までは投稿を読んでません。それだけです。で、もう一つが、ACL、アジアチャンピオンズリーグっていうのを、大会に出場します。日本の代表として。それとは、韓国のリーグの代表だったりとか、タイのクラブの代表だったりとかっていうのを、今度はアジアを舞台に、日本代表として戦う舞台に出場するチャンスを手に入れました。はい。山梨から世界へ。ということですね。よく川崎フロンターレだったりとか、浦和レッズとか、ヴィッセル神戸とかが今年出てた大会になります。で、まあ、それに伴って来季、まあ、これの大会が、8月かな、秋口から8月ぐらいから始まりますので、まあ、来季も過密スケジュール途中から、ね、なるかと思いますので、ちょっとまだあれなんですけども、まあ、詳細が分かり次第、随分いろいろスケジュールできると思いますので。で、あともう一個が、スタジアムモミっていうのがありまして、ACL 出場するためのこうスタジアムの条件があるんですよ。へそのうちの、条件を、ジットが満たしてないということで、おそらく ACL をジットリサイクリングスタジアムで開催することはできないということで、まあ、近場のスタジアムをお借りしてっていう形になるっていう難点がありますが、専用スタジアムがあればとか、あと元実態、ジットリサイクリングスタジアムをこう世界仕様にしておければよかったかなって今となっては思いますね。まあ、それはいろいろクラブだけじゃなくて行政とかいろいろ問題、お金もかかることなので、ですがちょっと悔しかったなっていう。なるほどね。山梨できないことはね、まあ、ただ世界にはアジアでは戦うことにはなるので、まあ、場所がどこであると後押していければなっていうことになります。で、最後富士フィルムスーパーカップっていう大会があります。これが、いつもシーズン開幕の1週間前とかかなに行われる J1 の王者対天皇杯王者の直接対決で、もう頂上決戦です。はいはいはい。を、に出場する権利をやってます。なんでまだJ1 の優勝チーム決まってないので、なぜか J2 の18のチームが J1 の優勝チームが決まるのを待ち受けているという。なるほど。で、それが来年の、おそらく2月かなとかに、シーズン開幕が1週間前にいつも行われてますので、それにも出ると。ちなみにそれにも賞金があります。おー。はい。またお金が入ってきます。ということで、まぁ、この話をしまして、まあ、いっぱい話したいことあるんですよ。はい、ですけど、まあ、クリスさんの編集の都合とかもね、ありますので、はい、全部話してるのは難しいかもしれませんので、はい、いくつか個人的に話したいことをね、あ11個、サッカーちゃんで、なるほど、ね、なるほど。選んできたので、はい、これをクリスさんに選んでもらって、おそれについて、まあ、語っていく。なるほどね。はいはい。にして、まあ、話したかったやつは、まあ、概要欄とかに、うんうん、文字で書ければなと。はい、ってますので、あ、これのどれかをまず選んで、はい、まず選んでもらって、じゃあまずは、まあ、
試合の内容というか、この先制ゴールについてちょっと聞いてみたいなと、まあ、試合の内容ということに関して6番ですかね。6番、はい。それでまあこれに関しては、まあ、みんなも何度もハイライト見てるかと思いますので、うん、あれですが、なかなかないぐらいめちゃくちゃ綺麗な形、うん、コーナーキックからね崩してって、決めたゴールだったかなって思います。まあゴールを演出したアシストが今年ね、まあいろいろあって途中でキャプテン就任して、うん、ちょっといろいろ苦労があった荒木キャプテン、そして、まあ、まあやはりこの人お祭り男だったなっていう決勝の舞台でもしっかり、ゴールを決める三平さんが決めた見事なゴールだったかなと思います、はいはい、まあこれで勝ち切れたらっていうのもありましたけど、うん、まあ同点に追いつかれたからこそね、いろんなドラマがあったという試合でもあったので、うん、まあただこの決勝ゴールは、まあ、鹿島戦も先制ゴール決めましたけど、うん、まあ上位へのチーム強豪相手にも優位に試合を進めるきっかけになった、素晴らしいゴールだったかなと思います。今季のゴーフのゴールの中でも多分かなり上位に入るぐらいスーパーゴールだったかなっていう思います。はい、はい、こんな感じです。なるほど、喋ったことあったら全然喋ってください。あー、はい、次いきますか。じゃあこれが若干切りました、気になりましたね。この圧倒的宣言と橋売りアンバサダーっていう、なんかこの橋売りアンバサダー、まあ、これ漢字が2つでしたっけ。橋爪さんです。橋爪さんか、はい、橋爪アンバサダーっていうのは、これが若干なんでこれを入れたのかなっていう部分で、はい。でまあ、これに関しては、まず応援がね、まあ、試合前の情報を実際ってちょっとどこか分からないんですけど、まあ、天皇杯のホームアウェイはないんですけども、まあ、甲府側の、席のチケットを入れてるのは大体2万3000人ぐらい入っている、うん、ジットの最終人では多分1万5000とか6000なんですよ、うん、なので日産スタジアムの左側、要は民主のこう左左左分けて、広島側と甲府側分けて、甲府側だけで2万3000人入るっていう、うん、あれだ予想だったんですよ。もうそれだけ日産のスタジアムの半分だけで、いつもジットのスタジアムの使用人数を超えるぐらいの甲府の人たちが、はいはい、まあ山梨じゃなかったですけど、まあ、横浜山梨近いんで、うんうん、まあ、広島に比べては人が入りやすかったっていうのがあったりとか、ね、声援がねすごすぎて、もう思わず動画を撮ってしまうぐらいだったので、まあサポートの後押しっていうのは本当にすごいんだなって思ったのと、あとこの橋爪アンバサダーっていう話なんですけど、もともと甲府に行った選手なんです。橋爪優輝選手という、はい、橋爪優輝さんが、2013年か2020年、8年間甲府でプレーして、まあ、甲府だけだったんですけどプレーしたのは、でその後、引退して甲府の下部組織のコーチやったりで、今年からあとアンバサダーっていう、こう甲府のまあ、甲府のさまざまなこう活動に関わっていくっていう役職についてはいるんですけども、その橋爪アンバサダーが試合前にゴール側に応援団の前に行ってメガホン持ってこうなんか応援を煽るというか、一人で応援まず歌い出してこうみんなが乗せてくるのを、うんうん、すごい煽る感じのやつがあって、まあ、それでもうみんなもボルテージが上がるというか、なるほど、ね、はい、そういう、こう盛り上げに貢献してくれたっていう、まあ、選手以外でもこうクラブの中にそういう熱い人がいてくれたっていうのもこの劇的な優勝の一つの要因になったんじゃないかなというところで一つ書かせてもらいました。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次はやっぱまあシンプルに、天皇杯決勝までの戦いという、あ、これは振り返りです。まあ、あの甲府は、2回戦から出まして、まずは大学生、うん、関西平大学を相手に、2回戦戦って5対1で勝利しまして、うん、で3回戦からここが怒涛の J1 勢との戦いが始まります。まず3回戦が、コンサドーレ、うん、札幌ですが、これは先制を許しながらも三平の2ゴールで逆転勝利、うん、で、4回戦に駒橋ですね、ラウンド16ですね。4回戦の対戦相手が今度は北から今度南に移って鳥栖です、これが、3対1で勝利しました。で、その鳥栖の相手にはですね、あの島川選手、あと堀米選手という元甲府の選手が、いて、まあ、フルス対決となった試合でもありました。で、続いて準々決勝です。今度はアビスパ福岡との試合、これは、1対1で90分を終えて延長戦で鳥海選手のゴールで勝ち切った試合でした。で、福岡にも湯沢選手というのと、あと和子選手という元甲府の選手がいて、まあ、一応規約に新しいのは準決勝鹿島アンダーセン、はい、で、まあ、1対0で勝ち切って決勝進出に駒を進めたという試合にはなったんですけども、まあ、言わずもがな鹿島には福さんもご存知中村亮太郎がいたということで、まあ、途中からでしたけどちょこちょこ甲府にゆかりのある選手たちとの再会をしつつ、うん、駒を進めてきた大会では
ありましたっていうところです。あとそうだ言い忘れましたが、鹿島アンダーズのフォワードの鈴木優馬選手、っていうのが甲府の浦上美希選手との親交がある選手で、試合後にはもう、まあ、ノーサイドというかその浦上選手に優勝してこいと後押しをしてくれたっていう友情みたいな、まあ、スポーツっていいなっていうような話があった人もありました。なるほど、はい、こんな感じです。では続きましては7番ですね、おみさんと母ちゃんの PK のドラマ。はい、これ長いですよちょっとなるほど、延長後半、うん、まあ、浦上選手がね、まあ、ちょっとリーグ戦ではもう全試合フル出場を続けた浦上選手ですが、やっぱり広島の攻撃がね多い時間があったのでディフェンスながら足をつってしまって、うんうん、まあ、交代ってことになって、そこで出てきたのがバレージェンドですよ、甲府の山本秀臣選手です。42歳、長くね甲府のクラブを支えてくれた選手ではあるので、まあ個人的には決勝のピッチに立ってくれたらいいなとは思っていたんですけども、ピッチに立つところがこの 1-1 で迎えた延長後半に出てくるとっていうところで大舞台に出てきたわけではあるんですけども、一つ事件がありまして、延長後半の結構終了間際にですね、広島選手のパスが手に当たってしまって、ペナルティーエリア内で、ハンドをとなります。こんなに長年高校された山本選手、こんな大舞台で最後の最後に、ハンドって、そしてペナルティー、PK? PK? え、広島は逆転のチャンスを与えてしまう。なんて残酷なんだサッカーはっていうところですよ。で、その PK です。まあ、ほぼ決めたら、広島決めたら厳しい。そうだね。っていうところで、中でですね、母ちゃんが、右手一本、お絶対絶命のピンチを救うと。お、はい、でこれでちょっとね勢い取り戻して、なんとか120分、残り延長の後半の時間も耐え抜いた甲府が、PK 戦というところにたどり着きます。で PK 戦に入ってもまだまだドラマが続きまして、広島の先行で、始まった PK 戦なんですが、広島も3人目まで成功、全員成功で、甲府も、リーダーさん、あとジェットゥーリオ選手、うん、で3人目松本凪選手まで決めて3対3で迎えて、4人目広島キッカーの川村選手、これが同点ゴールですね、もうスーパーシュートを叩き込んできた、広島の期待の若手の選手なんですけども、その選手のキックがまたしても川ちゃんが、弾き出してなんとか、広島が4人目失敗という状況になります。で、4人目甲府は石川選手ですね、しかしこれ120分、もう延長戦含めただ走り切った中で最後の最後意地で決めてきて、甲府がリードする展開になります。で5人目今度広島のキッカーなんですよ、これ広島が外してしまうともう広島負けになってしまうんですね。でめちゃくちゃ重圧がかかる中で出てきた選手が満田選手っていう若い選手なんですけども、その選手はさっきの山本選手が与えた PK を外してしまった選手なんですよ。でしかもまだ若い選手、はいはい、その大舞台のめちゃくちゃ緊張する5人目のキッカーで再登場と、うん、でそこをしっかりまたこれも決めるんですよ、ミスなるほどリベンジを果たすかのごとく、うん、で、甲府の5人目になります。で甲府は5人目なのでこれ決めれば勝ちというね、うん、状況でもう誰だ5人目この大事なキックをするのは、うん、って中で出てきたのが背番号4なんですよ、山本秀臣選手なんていうドラマだと、すごいよね。そうで、緊張のかかる大事な最後の5人目 PK をですね、山本選手がゴール左上、キーパーともおそらく手を伸ばしても届かないだろうというコースに切り込んで、甲府の優勝が決まるということで、甲府、まあ、サポーターからしたらね、あの何かね、応募されてくれた尾身さんが優勝を決定づける一振りを最後するというドラマチックな終わり方をして、今回優勝するって誰もこう予想だにしなかった最高のシナリオで決戦の幕が閉じるというドラマがありました。これは多分今後も語り継がれるのではないかと言われるようなね展開だったかなって思いました。確かに。もしあのハイライトとかなんか試合 見れる人いればですね、うん、あのその延長戦の PK のところからずっと見れば多分全てを理解できると思います。なるほどですはい、ありがとうございます。じゃあ究極のリアクションサッカーっていうのもなんかちょっとこれはね、なるほど、なんか10番ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、ジャケットで話しますね、はい、シーズン前にですね、まあ、さっき話した
橋爪アンバサダーが、吉田監督にインタビューする動画が、まあ、YouTube で上がっていて、バンホレの動画で、そこの中でこう吉田監督がこう目指してるサッカーでやりたいサッカーっていうのがですね、究極のリアクションって言ってたんですよ。っていうのは何かっていうと、こう自分たちのやりたいことをやりたいサッカーをしつつ、でもやっぱり対戦チームはいろんな特徴があるじゃないですか。でそれをしっかりこう対戦チームのこの特徴に、この相手だったらこういうサッカーをする、でこういうところを狙っていく、こういうところを締めていくっていうサッカーをしたいんだっていう話をしていて、その中でもやっぱこうこのサッカーをやり続けたいっていう話をしていたんですね。でまあ、J2 のリーグ戦の戦いだったら、まあ、結果は出てなかったですけども、今7連敗でしたんでですけども、しっかりボールを支配して、しっかり中みんなに繋いでってゴールを目指すでサッカーをしていて、ただ、まあ、J1 相手にはなかなか通用しないというか、まあ、J1 のこう個人の、レベルは高いので少し劣ってしまう部分もあった中でですね、まあ、特に準決勝鹿島戦とか、あと決勝の広島戦では相手にもう押される時間もあるというのは受け入れて、しっかりただ自分たちがボールを持ったらしっかり丁寧に繋いでってゴールを目指していくというシーンも見られたので、結局こう吉田監督がこう貫きたかったこの結局のリアクションサッカーっていうのを、まあ90分ないしは120分間フルでは実践できなかったかもしれないですけども、きっとつこの出したものはしっかり実を結んで優勝っていう結果につながった要因っていうのを体現したのがこの決勝戦だったんじゃないかなってやっぱふと思ったので帰ってみました。なるほどね。ずっとこうシーズン前にその動画が上がってから吉田監督が言ってこの結局リアクションっていうのはどういうのかっていうのは気にしつつシーズン見ていきましたけど、まあ、一つこれが結果なのかなっていう感想、印象は受けましたね。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、最後、最後、天皇杯優勝とその後というか、まあこれはどういうような、はい、まあ、16日に天皇杯優勝しました。うん、まあもう盛り上がりました。でも翌日大体ゴルフ優勝したって話ばっかりですよ、スポーツのサッカーの。まあそうでしたね。でその中にちょこっと入ってくる中村俊輔選手引退っていうのは、まあ、霞んでましたけど、まあ、要はイタリアサッカー選手のね、引退なので霞んでは困るんですけども、はい、まあそんな感じでは盛り上がったこと、大企業がつかないね地方のクラブでも日本一になることができて、っていう部分がやっぱり話題にはなりますし、きっと、まあ、世の中甲府に、甲府で J リーグには鹿島アントラーズとかさ、川崎フロンターレ、横浜 F マイナスっていう、まあ、メインスポンサーがついて強豪のクラブある中でも、やっぱり他には地方クラブ、他に甲府以外にもある中で、きっとそういうチームにもなんていうかこう勇気を与えるというか、俺たちももしかしたら自分たちのやってることを貫いていけば、信念を貫けば、そういう舞台に立てるんじゃないか、って思わせてくれるサッカーだったと思うので、来年以降、まあ、今年はもうシーズン終わってしまうんですけども、来年以降もっともっとこう強豪クラブがもともとそのマイナスとかね通ってるわけじゃないですけど、そうじゃないチームもお金がないからとかスポンサーが少ないからとかっていうことで諦めるのではなくて、こう信念を持って戦いを続けていくことがきっと大きな栄光につながるっていうことを示したものだと思うので、まあ、そういうふうになっていってほしいっていう反面、天皇杯優勝からで2日後の昨日に、吉田勝間監督の、今シーズン限りでの退任が発表されるという、なかなかこう日本一には輝きましたけども、リーグ戦ではなかなか J1 昇格の風には遠く及ばない結果になってしまったっていう現実もあるので、まあ、サッカーっていうのはやはり難しいなっていうものも突きつけられたものではあったかなっていうところも含めて、この11番は最後にちょろっと書きましたね。はい、なるほどね。です。はい、じゃあラスト法政コンビ走ります。最後法政コンビ入ってこれはもう本当軽いっていうかおもろい話っていうか、はいはいはい、試合後の話ですけども、まあ、さっき最後話したようにね PK 戦オミちゃんが決めて、うわーってなったんですよ、はいはい、で盛り上がってくる中でこう PK のキッカーでこう、ハーフラインとかでみんな肩組んで並んでるんですよ、決めた瞬間にみんなわーって行くんですけど、でベンチもう今年のベンチいます、で、オミさん決めました、はいはい、優勝だー、わーってなった中でもうみんなオミさんとかさ、あとキーパー冷たい母ちゃんとか言ってんだよ、逆方向に走ってくるやつ一人で、逆方向、そう、関口選手で、ベンチからもう一人逆方向に走ってくる長谷川選手、はいはい、みんなオミさんとか母ちゃんの子に行ってわーってなってる中で、逆方向でゴールのサポーターのとこに突っ走ってきた2人長谷川選手はもう延長戦で結構疲れが出てて交代して、もう疲れがあるのでベンチに下がりました、はい、で関口選手はもう120分フルファイト走り切りました、
っていう選手がなぜか2人全力疾走でサポーターが走ってきたんですよ。はいはいはい、すげえなと思って確かにやっぱあの2人押せるわいい どうしたんだ逆方向してきてってみんな思ってましたけど間違えたんかって思ってぐらいそうそうなるほどね、面白いいい話でしたね。で最後にふさわしい話、はいはい、確かにでした。ほっこり。はい、まあ、最後ちょっとどうしますクリスさん。僕の話ですか。クリスさん的点の、はい、振り返って、もうこれはですね、前よく言われたのがとりあえずやっぱりこれがジャイアントキリングかなまさにあの J1 勢相手に5連勝という形で終わったっていう、もうそれを体現したような、ね、リアルジャイアントキリングをしたんじゃないかっていうか、もう本当に歴史的瞬間なのかなっていうような。いや本当に多分、まあ、もう今後もね、もう1回とかもう2回とかあればいいですけど、多分まあなかなかね、まあ、まあ難しくは、まあ、それほどやっぱり本当難しいことを成し遂げたというか、そうですね、そういう本当に偉業ですね。って本当そんな語り継がれるんじゃないかという歴史的瞬間を見たんじゃないか実はという、うん、まあ、本当に試合だったのかなという、まあ、それに携われた、まあ、喜びもありまして、うん、やっぱすごく感動したのが、うん、いわゆる他の、まあ、いわゆるサッカーのチームのファンの方、うん、もう方からも実際にこれは感動したっていう、うん、結構こういうツイッターしかり、まあ、そのいわゆるコメントとか、まあ、YouTube とか の、 そのいろんなコメントとか見ると、なんかすごいもうサッカーを、まあ、なんていうの、まあ、普段は敵だけれども、そんな人たちが全てこの、ね、まあ、このドラマというか、うん、にか共感したっていう一つのなんかこう一つになったというか、う、なんかそんなようなこうお声がこうたくさん実際にいろんなさ、ね、いろんなチームのこうサポーターの方から来たっていうのが、なんかこうすごく印象的だったかなっていう、まあ、そんな瞬間に僕もなんかこう立ち会えたというか、うん、まあ、そんな瞬間がありまして、すごく感動した試合だったのかなと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。素敵なコメントでした。じゃあ最後締めにですね、はい、めちゃくちゃ個人的なことを話したいと思うんですけどこれここから15分ぐらいじゃないですか。いや、サクッともう、あ、サクッとサクッと話せばいいなと思う。いける、はいはい、まあ、なんか日本前天皇杯決勝の前の動画で、うんうん、まあ、尾身さんがトロフィーを掲げるシーンを見たいと話しておりました私ですけども、まあ、なんでこう尾身さん言ってるかっていうと、これは15年前の話なんですよ。2007年ですね、 J1 に候補いたんですよ。で J1 にいると、今ルヴァンカップって名前になってしまったんですけど、当時山崎ラビスコカップっていう、まあ、J1 チームだけのトーナメント戦がリーグ戦だったんですけど、そこに今甲府勝ち進んで、まあ、今回収されてしまいましたけど、昔の国立競技場にて、川崎フロンターレと戦ったことがあったんですね。で、まあ、15年前なので、当時27歳の山本選手がいました。今でこそディフェンスの真ん中とかやってますけど、当時左サイドバック、めちゃくちゃ走るポジションやってるわけですよ。関口とか須貝みたいなポジションです。で、まあ、その試合もね、延長戦になったんですよ。で延長戦になった時に転んじゃって、うん、大事なシーンで守備ので、その後その流れで失点するっていう悪夢のような出来事がありまして、で当時、まあ、福崎さんはですよ、悲しくて失点したことがトーナメント戦なんでね、こうやって進出できなくなるわけですよ、次のステージに。まあ、その時では本当に山本選手を恨んでました。なんでこんなとこでこんなミスしてくれるんだと、うん、で、まあ、今ずっとサッカーを見てきて、まあ、120分戦いきるということはどれだけ大変かってことも分かるし、まあ、それミスがつきものなサッカー、まあ、ただ当時まあ、ね、福崎さんもまだまだ子供でしたので悔しいというか、なんでこんななんだっていうのがあったんですけど、うん、それからもう15年ずっと山本選手は興奮にいてくれて、少しずつ少しずつこう選手としてもこう成長してって、なんか上から目線になってますけど、うん、まあ、すごいいい選手っていうか、興奮にとってはもう欠かせない、うん、歴史を語る上ではもう外せない選手っていうのになってって、うん、G1 でも代表経験とあるわけでもない選手ですし、ディフェンスとしては別にめちゃくちゃ大柄な選手とかでもない中で、こう G1 の代表選手とかにこう立ち向かっていく選手になってって、いつしかこう当時めちゃくちゃこう恨んでたという言い方は本当に言い方変ですけど、選手がこう自分の中ではとても大きな選手になっていって、でその山本選手がこう最後、まあハンドって言えばおまけもついてましたけどまあ最後こう優勝を甲府に日本一の栄冠を手にする大事なキックを山本選手自身が、尾身さん自身が決めてくれて、
まあ、そのシーン、その瞬間、キムさん決めた後、ピキ決めた後はもう本当に泣いちゃって、うん、それこそさっき言った関口がバーって走って死んだから生で見てないんですけど、もう泣いちゃったんで、まあそれぐらい思い出のある選手というか、だったので、まあそういういろいろあって、こう山本選手にぜひご投票持ってもらいたいなっていう話があって、うん、実際それかなっていう、本当にここまで本当にサッカーバンフレゴフを応援してきて、よかったなと思ってもらった、うん、思わせてもらった大事な日、大事な時間だったなって思ってます。世の中には、世界にはすごいメッシ選手とか、うん、クリスティアーノ・ロナウドとか、まあ、過去にもマラドーナとか、いろいろすごい選手がいて、うまいなって思う選手がいるなと思いましたけど、思いますけども、うん、まあ、きっと、福沢氏自身、私自身のサッカー人生で多分一番好きな選手。うん、って言ったら、やっぱ今後、最後まで山本英臣選手と言って、言い続けますね。っていうことを改めて、思わせてもらった、天皇杯決勝、そして優勝でした。はい、こんな感じで終わりたいと思います。改めまして、山本英臣、天皇杯優勝、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、いつも、この動画をご覧いただいた方、チャンネル登録、コメント、グッドボタンをしてくださる方、ありがとうございます。今、来年もきっといいシーズンなんでしょう、うん、はい、来年天皇杯だからディフェンディングチャンピオンなんでね、うわ、はい、一緒に出てくれてクリスさんの、キッチンカーもいよいよ始動しました。はい、はい、まあ、動画見ていただいて、まあ、近くにいるよとか気になる方はどっかで多分出店してると思いますので、来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。シーズン終わった後の動画でお会いしましょう。またねー。